日本語説明問題っても結構出てるじゃないですか。ここでしょうね、やっぱ勝負は。武田塾チャンネル。武田塾教務長の中森です。武田塾教務部英語科課長の森田です。森田先生、はい、今回維新館また医学部の動画なんですが、はい、今回横一はぁ、出ましたね。医学部の問題を紹介していきたいと思いますが、はい、とはいってもここは医学部単独ってわけではない、ね、そうなんですよね、はい、この国際教養学部と同じ英語の問題なので、はい、ちょっと幅広く出てるって感じですね、はい、それでは問題の構成見ていきたいと思うんですが、まあ、90分で大問が3題出ていて、一応全部長文だと。はい、そうですね。でバリエーション豊かだと。はい、そういう感じですよね。はい、これちょっと特徴について教えていただいてよろしいでしょうか。はい、まあ、本文自体は結構難しい、なんというか特に随想とか出てくるとき単語のレベルが、まあ、小説とか物語文と同じように、はい、結構まあカラフルな表現というか、いろいろ難しい表現、硬い表現っていうのが出てくるって感じですね。ここ特徴として注釈めっちゃ多い、ね、その通りですね、はい、国際教養と医学部両方あるから不利にならないように医学部用語とかわざわざ注を入れてんじゃないかなっていう印象ですね、はい、本文より下手すら長いんじゃないかぐらい注釈めちゃくちゃ長くて、それで基本は英語なんで注も、はい、これ英語にしてもよくわかんないだろうみたいなのは日本語で書いてますね、注が。病気の名前とかは日本語で書いてることが多いですね。まあ、なので結局やっぱりその注釈極力全部使った方がいいんですかね、あるいはある程度使わないでも読めるようにしといた方がいいんですか。医学部目指す人ですよね、多分ね、はい、これ見てる人だったら、はい、まあ知ってなきゃダメだろうっていうのもいくつかありますね、やっぱり、はい、時系とか受けたら絶対つかないだろうっていう、はい、そういうのが今回の特に第2問の問題ですかね、はい、つかないんじゃないのこれだったらっていうのにもついてますよね、はい、まあしかも中に記述が結構いろいろバリエーション豊かに入ってる感じですね、はい、そうですね、その辺がですね、この難しいのか、はい、難しくないのかこの大学の英語はっていうところですね。中がこんだけついてくれてるので、はい、うーんって感じ。解こうと思えば解けるけど時間内に終わるかなみたいな。そうですね、これが読むのにめちゃくちゃ苦労する人はしてしまうだろうなっていう感じです。設問はそこまで難しくないんですよ。この英語で抜き出しなさいとかっていうのは、はい、結構簡単に抜き出せるものが多いです。日本語説明問題っても結構出てるじゃないですか、はい、ここでしょうね、やっぱ勝負は説明問題を確実に解けるようにするっていうのが一番の対策だと思いますね、はい、具体的にとか、そうですね、本文に即してとか多いですもんね。ここで差がつくんじゃないかなと思いますね。医学部志望なんで英語はおそらく優先的にやってる人ってはそこまで多くないとは思うんですけど、うん、はい、英語の難易度的には、まあ、国立医学部っていうのは結構共通問題が多いわけじゃないですか、はい、そうですね、そうなんですけど、ここの難易度っていうのは全体的に見て難しい部類に入るんですかね。文章が難しいレベルに入るって感じですね、はい、やんなきゃいけないこと自体はそうでもない、読みさえすれば解けるみたいな感じ、そうだと思いますね、はい、そこまで難しくないです。和文英訳もそうですね、そこまでっていう感じですが、まあ、今回ちょっと大問2の最初の和文英訳は非常に簡単だったんですよね、はい、それに対して大問3の和文英訳はだいぶ難しい、あのいわゆる主語が全然取っ払われちゃってるので、はい、そこを全部補ってて訳さないといけないので、うんうんうん、そこで英文が破綻した人がおそらくたくさん出てきただろうなっていう印象ですね。じゃあとりあえずこの文章に当たるときはそもそも読めんのかってところをまず最初にかなり意識しなきゃいけないっていう、そうですね、はい、でその上でちゃんとした回答が書けるかっていう、そのそこで差が生まれるという、そうね、まず長文は難しいけれども設問はそこまでではない、なのできちんと説明問題を解けるようにって感じですね、読む力をしっかり鍛えて、はい、それを書けるように、全体的に見ても国立の試験の中でも割と文章そのものが難易度高めということなので、ここに合わせてしっかり対策していきましょう、ね、そうですね、はい、わかりました、ありがとうございます。今回は以上です。はい、今回の動画を見てくださってですね、もし維新館に興味が湧いたという方はですね、下の、概要欄の方から、問い合わせできるようになっておりますので、よかったらですね、こちらから問い合わせお願いいたします。ご相談お待ちしてます。